い、青木坂間です。アジアンラリー来ました。もうですね、見てください、もう準備、はい、でまあ僕の車は今回こちらになります。まあ準備も万端だと思いますので、まずは今回のですねこのラリー、まあまずはそのスーパースペシャルステージというふうな形で3キロ、ほんの3キロの、はい、戦いとなりますけども、まずは今日の SS スーパー SS の結果が明日の朝の今度そのスタート順番というふうな形になるので、まあ、非常に実はこの3キロのスペシャルステージというのはものすごい意味があったりするので、まあ、そういう部分ではですねしっかり と、戦ってギリギリまで攻めていきたいなというふうに思います。はい、まあ、頑張っていきたいと思いますので、応援をよろしくお願いします。でですね、まあ、今回のこのラリーですけども、5日間のラリーがあります。まずは3日間がタイステージ、そして残りの2日間がカンボジアステージというような形になります。まあ、大体はですね最初の3日間でこのラリーほぼ決まると言っても過言ではないので、まあ、最初からですね、まあ、マシンを壊さずにやっていきたいというふうに攻めていきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあ頑張っていきます。さあ、いよいよ同じようにクロスカントリーラリー車検、そしてスーパー SS1 が始まります。我々のチームはこの車両トヨタフォーチュナーで渡ります。そして2号車には同じトヨタフォーチュナーで花輪選手が乗車することになっています。今回チーフメカニックで来ています。はい、椎根さんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、あれ今日なんか普通ですね。仕事してから複数場面で言ってください。いや普通に頑張ってんだけど、頑張ってんだけど、あの下にテロップ出ますね、下にこれ。下。いや仕事する。あ、仕事するの。あの、はい。そして4さんです。あ、行く。はい、4。そう、サディカ。This is my YouTube ね。Oh, YouTube. Yeah, okay. YouTube. So everyone see the just watch the just YouTube. Oh. Worldwide. I think so. Worldwide. Right? Worldwide. Yeah. Okay.So we are get win ね。パヤヤンパヤヤンパヤヤン、はい、パヤヤンパヤヤンとはですね、タイ語でエイエイオーというような感じです。はい。まあ、このマシンでですね、1週間このタイフリーダムからですね、3日間やって、その後カンボジアのアンコールワットに向かうと。今回のヘルメットです。僕のトレードマークペガサス、ペガサスさんです。真正面に見ると白と黒、マイクシステムはケテルさんです。僕のパーソナルスポンサーオートレスペペさんです。このデザインはですね、あのバレンティーノ・ロシと同じアルド・ドゥルーディがデザインをしてくれます。で、塗装は DID。これですね。デイビッドがやってくれてます。もちろんヘルメットはアライです。世界のアライです。そしてサイドには足のジオランダ、そしてプランビー、そしてアユサー庄司さんというふうな形になっています。
Also, our rally normally 25 years. So we just start the rules and regulation by travel course.はい、スーパー SS スタート、もとりあえず元で走ってきました。はい、奥のコーナーめっちゃ滑ります。やばかったです。やばかった。はい、じゃあどこを気をつければいいですか。奥の左がめっちゃ滑るんで、砂利打てて、で1人前のライダーこけてたんで。マジですか。はい、これはちょっとあれですね、気をつけないとね。はい、とりあえずあのスーパー SS は3キロちょいの、なるほど、はい、フルターマック 1分半ぐらいですか。いや、タイムどれぐらいか全然わかんないですけど、はい、たくまさんだったら1分切れるかも。あこの車、1000馬力なんで。はい、ポーズ、カシャ。これからスーパー SS です。このフォーチューナーで何番手のタイムが出せるんでしょうか。たくま選手、ただいまの心境は、ぼちぼちです。ぼちぼち。ヨンさんも頑張って。頑張ってきます。はい、SS スーパー SS ですね。が終わりました。ちょっとタイムはですね、まあ僕が見た時は3、4番手だったかなと思いました。ただその後ろがどのくらいその僕らをですね、このタイムを凌駕してるかっていうのはちょっとわからないんですが、まあでもですね、非常にこのフォーチュナーのポテンシャルをとりあえず確認できたかなっていう風な塩梅でした。まあまあ、滑り出しとしては良かったんじゃないかなという風に思います。ね、明日はですね、本格的なレグワンがですね、始まりますので、まあ、明日はですね、ここに7時集合という風な形なんで、まあ、6時起きから飯を食べてっていうような形になると思いますが、まあ気をつけていきたいと思います。ぜひ応援をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。そして、まあ、このラリーもですね、おそらく1日遅れぐらいな形でデイリーで、皆さんに届けることができるんじゃないかなというふうに思います。終わりが遅かったりして、アップが遅かったりする場合もありますよ。その時はご容赦ください。この動画がですね、楽しかったな、面白かったなっていう方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、まあ今回はですね、まあ2大体制、そして初めて参戦するわけですけども、もちろんその優勝を目指して一つ一つ一日一日大切に、そして強く前に進んで、で結果いい結果がね、ゲットできればいいかなというふうに思ってます。